はいどうもこんにちは、カジマックです。以前ご紹介したゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、覚えてらっしゃいます？斜め上のアイマーから過去動画ご覧いただけるようにしておきますけど、その後しばらく経過してまた新しく出たと勘違いして先日購入してご紹介したこれ、ワイヤレスヘッドホンミニ、あ、軽量化されたモデル出たのかなって思っていたら、女性やお子様向けにこの後ろのバンド、ここが短くなったモデル、これを誤って買ってしまって、まあ結果的にはうちの嫁マック用に使ってるんですけど、僕の大きな頭ではちゃんと回らず、まともなチェックもできませんでした。で、そうこうしてるうちに、なんと今回また新たにこれ、骨伝導ワイヤレスヘッドホンマックス、はい、わかります？バンド部分がワンサイズ大きくなった骨伝導ヘッドホン、ヘアスタイルを気にせずに使用できる。で、さらに言うと、僕みたいなデカ頭でもおそらくこれぴったりフィットするんじゃないかと思って慌てて購入してきました。でもね、ちょっと慌ててよかった。うちの近所のゲオさんではもう残りラス2でした。そのうちの1個ゲットできたんで、今回これどんなものか見ていきたいと思います。ということで、先日2022年5月26日に発売開始されたゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホンマックス、ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するこの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、お値段なんと3278円、めちゃめちゃお安いんですけど、これ骨伝導ワイヤレスヘッドホン、いや、骨伝導ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、ここに説明が書いてあります。耳に入れて使用するイヤホンと異なり、骨を通じて直接聴覚器官に振動を送り、音を認識、周囲の音が騒がしくても骨を通して音がきちんと聞こえます。耳を塞がないため周囲の音、会話が聞こえて安心安全です。長時間の使用でも快適、耳に優しい設計ですとのこと。実は僕、今トレーニングジムでまさに骨伝導イヤホン常用して使ってます。特にスポーツなんかに関しては、まずこの首掛け式、セパレートではなくて一体型、これは落としてなくしにくいし、やっぱり耳を塞がない。はい、こんな感じなんで、トレーニングなんかしてると汗をかくんで、耳の穴の湿度が上がることもなく快適にヘッドホンが使えるっていう、いや僕は本当そのあたり痛感してます。ただこれ、以前ご紹介した初代というか通常サイズのもの、それに関しては若干の音漏れがありました。やっぱりこのあたりお値段なりの部分はあるんですけど、とはいえこれコーデックは AAC にも対応してるんで、おそらく遅延も少ないんじゃないかと思います。はい、これなぜおそらくって言ったかというと、実はこれ通常モデルに MAX にミニ、全部微妙にスペックが違っていたり、ミニに関しては形もかなり違ってたんで、このあたりちょっと単純にサイズ違いだけとは言いにくい部分もあります。例えばこの MAX、 最大連続再生時間も通常モデルに比べて1時間多くなってます。あ、でもね、それに関して言えばこのミニ小さいはずなのにさらに1時間増えてます。はい、こういうところ結構違いもあるんで、今回新たにこの MAX 試していきたいと思います。箱の外観はこんな感じで、この背面仕様が書いてあるんで、よかったら気になる方は一時停止を駆使して、はい、ちょっと見えにくいかもしれませんけどチェックしてみてください。で、このゲオさんのパッケージはこの上蓋が開いて中身が見えるようになってます。いきますよ、パカリンコ。はい、こんな感じ。今回この MAX に関しては今現在はブラックのみの販売、空張りはありません。自動ペアリング、最大8時間再生、待機時間は約200時間、超軽量 35.8g、 音声アシスタント呼び出し対応、 AC 対応、ボタン式、 15mm ドライバー搭載、イヤフックタイプ、こういった特徴のある骨伝導ワイヤレスヘッドホン MAX、 開けていきたいと思います。箱の中身はまずこれ、耳栓がついてます。いや、これ分かりやすく言うと、骨伝導で音は聞こえるけど耳が直接外音取り込んでますよね。なんでよりいい音質で聞きたい場合、耳栓を使うということ。まあでも正直僕はこれをつけるぐらいならカナル型イヤホン使いたいと思う派なんで、これは個人的に特に必要ないかと思ってます。そして充電用のマイクロ USB ケーブル、はい、このあたりやっぱりさすがにお安いんでタイプ C は採用されてません。ここは残念。そしてペラペラペラっと結構しっかりした説明書がついてます。使い方はこんな感じ、一時停止を駆使してご確認ください。そしてこれが本体、はい、もう見えちゃってるんでサクッと取り出します。はい、こんな感じ。全体的にラバーで覆われて、
汗をかいてもさっと拭き取れる、そんなイメージです。ちなみに防水は IPX4、 軽いスポーツ程度なら十分じゃないかと思います。ちなみにミニと比べると、はい、こんな感じ、わかりますかね、全然サイズ違いますよね。はい、こんな感じ、長さが全然違います。ということは僕のデカ頭でもちゃんとフィットしてくれるのか、ちょっとかけてみますね。せーの。あー、もうめっちゃ余裕。僕はかなり頭でかいと思うんですけど、それでも後頭部に手のひらが入るぐらい、いや、これは十分な大きさと言えそうです。あ、でもね、例えば、こういった髪の長い女性の場合、髪の上からかけることができるんで、この後頭部の隙間、これはかなり有効じゃないかと思います。で、本体は、左右に、ここに物理ボタンがついてます。で、あとは、特に何もなくて、ここ、充電用のマイクロ USB ポート、そしてこの内側に、見えますかね、擬滴マークもついてます。で、こうかけるんで、こっちが右、右ボタンを長押しで電源が入ります。ベアリングモードになってます。この状態で、設定したい端末の Bluetooth 設定を開いて、BCHMAX B300、 これが出てきたんで、これをタップ、ペア設定をタップ、はい、これで接続できました。バッテリー残量表示にコーデック AAC 確認できました。っていうか、もうこの時点でかなり音漏れしてるのがわかりました。あ、ちょっと僕の YouTube 再生してみますね。ショップダイソーで販売されている 5000mAh のモバイルバッテリー、いや、これ発売されたっていう噂聞いてたんですけど、うちの近所のダイソー10軒近く回ってようやく見つけてゲットしてきました。で、100円ショップダイソーといえど、これお値段なんと税込み1100円、結構お高い商品ですけど、はい、これ 5000mAh のモバイルバッテリー、そんなに珍しいものではないですよね。でも、はい、これ、はい、こんな感じ。いや、これは音漏れ結構盛大ですよね。今は大げさに音量最大にしてましたけど、普段僕が使ってるぐらいの音量、それで再生してみても、はい、うっすら聞こえてます？これ今カメラのマイクは僕に向けてます。その状態でもこの程度聞こえちゃうんですよね。このあたりはやっぱりどこでも使えるとは言い難い。電車の中や静かな場所、そういうところではちょっと使えないかもしれません。はい、とりあえず動画に音楽聞いてみて、どんなものかチェックしてみたいと思います。はい、終わりました。これやっぱり想像はしていたんですけど、正直ちょっと辛口になったらすいません。やっぱり音楽おすすめできないかなっていう。で、ギリ YouTube や人のお話がメインのラジオ、そういったものならこのお値段も合わせてお気軽に試すことはできるかと思いますけど、こと音楽、音質にこだわりたいものは全滅と言ってもいいかもしれません。あー、ちょっと辛口すぎるかなと思うんですけど、正直音楽の細かい部分、一部聞こえてこない音もありました。このあたりやっぱり仕方ないのかもしれませんけど、あとアニメや映画、そういったものを見る分にも音がかなり平坦な感じで、迫力とかそういったものにはちょっと欠けるかなっていう。わかりやすく言うと、かなりお安い有線イヤホン、それで聞いてるぐらいの音質、そんな風な印象を持ちました。で、とにかくやっぱり音漏れが結構ひどいんで、とはいえさすがにこれ前にご紹介したハイエンドの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、これと比較するのは本当かわいそうなんで、ダメっちゃダメ。でもね、例えばこれ僕にちょうどいいぐらいの音量で YouTube を再生してみると、はい、もうこのあたりからはほぼ聞こえてきません。全然音漏れがないわけではないけど、これに比べるとやっぱり全く違います。ただこのあたり、実はこっち充電が専用ケーブルなんで、ちょっと正直めんどくさくて、これと置き換えれるかなって期待してたんですけど、今回ちょっと置き換え難しいかなっていう。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、お値段の差が全然違うので、ただ安いからといって誰彼にでもおすすめできる、そういった感じでもない気はしました。
あ、ゲオさんすいません。ちょっと辛口すぎるかもしれません。でも確実にこれ、用途さえ合えば、めちゃめちゃお安いんで、そのあたり、音楽はあまり聴かない。音質を求めない。周りに音漏れしても気にならない場所での使用。そういった場合には、例えばテレビ見るとか、その程度のものなら大丈夫じゃないかと思いました。ということで今回ご紹介した、ゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホンマックス。今日現在ゲオさんでの店頭でも販売されてますし、オンラインショップで購入しても送料無料で届けてくれます。よかったら説明欄に関連リンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。もしもし。今ゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、その内蔵マイクで通話してます。音声の感じどうでしょうか？ちゃんと聞こえてますか？はい、ちょっと小さい声で喋るこんな感じ聞こえますか？はい、これがゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、内蔵マイクで通話してる音声です。はい、なんかすいません、今回ちょっと思った以上に辛口になってしまいましたけど、どうしてもハイエンドを常用してるとそれと比較してしまってやっぱり格差出たんですけど、ほんとお値段が全然違うんで、そのあたりは差し引いてご覧いただければと思います。ただやっぱりお話ししたことも本心で、あまり過度の期待をして購入するとちょっと残念に思うことがあるかもしれません。逆にこの動画ご覧いただいた上で、いやでも試してみたいとおっしゃる方いらっしゃいましたら、ほんと安く骨伝導ワイヤレスヘッドホン体験できるということで悪くないのかもしれません。ただほんと音漏れは結構世代なんで、このあたり通勤通学、電車の中とかバスの中、人の多い場所で使おうって思われてる方はまずダメだと思います。そのあたりはご注意ください。ということで今回ゲオさんから新発売された骨伝導ワイヤレスヘッドホンのマックス、大きな頭の人や髪型崩れるのが気になる方用にバンド部分がワンサイズ大きくなった、こういう商品が出てたんで今回買って試してみました。いやでも正直今骨伝導ワイヤレスヘッドホン結構気になるジャンルなんで、またこれからも取り上げていきたいと思ってます。なんでお済みでない方はチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。